この動画では声優界の超人気声優である杉田智和さんがどれだけ偉大で素晴らしい人物であるかを皆さんにもっと知ってもらうために偉業の数々をご紹介していきます。杉田さんの事務所ホームページ、SNS、番組やラジオ等の出演情報、その他宣伝事項を概要欄に記載しています。すでにファンの方もこれからファンになる方もどんどん応援していきましょう。断言します、この動画を見終わる頃には間違いなくあなたは杉田さん推しになっているはず。では行ってみよう。杉田智和さんは1980年10月11日生まれ、埼玉県出身。所属事務所はアジルスで、同時に代表取締役を務めています。杉田さんといえば銀魂の坂田銀時、鈴宮春日の憂鬱キョン、ジョジョの奇妙な冒険ジョセフ・ジョースター、犬牧シークレットサービス、賞金かげろう、七つの大罪、エスカノール、無職転生、異世界行ったら本気出す、前世の男、鬼滅の刃、姫島行明などなど、実に数多くの作品に携われています。さて姫島行明といえば僧侶のような風貌をしていますが、実は杉田さん幼い頃の夢がお寺の住職になることだったそうです。こうやってつながってくるのは面白い。あと姫島行明のグッズだけ売れ残っているのを見つけた杉田さんのお母さんから、友和お前のキャラだけクッションが売れ残ってるんだがなぜだと電話がかかってきたことがありました。杉田さん、母さん多分活躍がまだだからだよ、別に僕が原因じゃないと思うよと必死に説明したそうです。そんな杉田さんですが、子供時代から今の杉田さんが出来上がっていました。学校の連絡網で後ろが好きな女子であり、声が良すぎたのか電話したら、お姉ちゃん先生からと言われたり、夏休みの宿題でポスターが間に合わず全面緑に塗って溢れる緑として提出したり、クラスの女子となかなか会話できなかったけど唯一会話する機会があったのは、女子から杉田昨日のガンダムウィングやれと命令された時に、教室の窓ガラスをテレビに見立て昨日のガンダムウィングみたいなことをやってたり、初恋の二次元キャラがときめきメモリアルの虹の先だったり、なんだこりゃ、ゲームが喋れると衝撃を受けたらしい。ではなぜ杉田さんが声優を目指したのかといえば、お兄さんの存在が大きかった。学校行事で舞台脚本を考え自分の声を録音したところ、それを聞いた兄から声や喋りを生かした仕事についてみたらと勧められたのがきっかけで、この脚本家としての才能は声優になってからも発揮されています。2013年発売の PS ビータ用ソフト月影学園こう、こちらの元となった小説の原作を杉田さんが担当されています。さらに2023年10月に発売されたドラマ CD 魔境外、細谷義正さん、前田香織さん、上坂すみれさん、高橋理恵さんなど人気声優がキャストに名を連ねていますが、こちらの原作脚本も杉田さんで、ご覧の通り Amazon の評価もかなり高い。概要欄にリンクを貼っておきます。物語を作れて声まで吹き込める、まさに最強。そんな文才あふれる杉田さんですが、声優さんのあだ名を考えるのもお上手です。後藤優子さんはゴッドゥーザ様、高橋美香子さんはミカコング先輩、仙台エリさんはエリセンダイザー、斉藤理恵さんはエリンギ、相沢舞さんは森そば、結城葵さんは子供先生。杉田さんがつけたあだ名の影響力は半端なくて、ゴッドゥーザ様なんてアニメラッキスタに登場しています。今や超人気声優である杉田さんの伝説のデビュー作、それは1998年高校3年の時にアニガメパラダイスで放送されたラジオドラマ版魔装鬼神サイバスターで新次桐原役でした。実はこの音声ニコニコに眠っていたので概要欄にリンクを貼っておきます。ガチのお宝音声です。ちなみにこの頃予備校にも通っていたので、収録日は周りにサイバスターに行くんだごめんなと伝え、先生からは何明日サイバスター、杉田くんはどっちになんのと聞かれ、俺は大学に受かって声優にもなるんだと宣言していたらしい。マジでかっこいい。2006年放送のアニメ銀魂では坂田銀時役を射止め、全てが順風満帆に進んでいるかのように思える杉田さんの栄光のロード。しかし実はこの頃人生における不安のピークで悪夢を見続けるような毎日だったとか、打ち上げのような交流の場から逃げていたこともあったそうです。
今の菅田さんからは信じられない。ただそんな時に菅田さんを温かく励ましてくれたのがコードギアス反逆のドゥルーシュで C2 役を演じたユカナさん。菅田さん、この方に何かご馳走できるようにもっと頑張ろうと心に決めたそうです。ここからは菅田さんがいかに後輩を気遣い大切にしているか頼られているかについて説明していきます。菅田さんは本当後輩思いで、悪夢ばかり見て睡眠が取れず体がガチガチになっている松岡義嗣さんを針治療に連れて行ったこともあります。アニメ小林さんちのメイドラゴン通る役を演じた桑原裕樹さんからは対面でずっと大好きですと言われるくらい男性女性問わず憧れの的。ウマ娘プリティダービーナイスネイチャー役を演じる前田香織さんからも絶大な信頼を寄せられています。杉田さん、過去に前田さんの等身大タペストリーを車の助手席にぶら下げていたらガソリンスタンドのスタッフからふふって笑われたこともあったそうです。さらにあの内田真彩さんから杉田さんにしかできない相談があるんですと言われ呼び出されたこともあったんですよ。こんなのね、男なら期待しちゃうじゃない。杉田さん、きっとこれはいい展開になるんじゃないかと思いシャワーを浴びてリップクリームをつけいざ待ち合わせ場所へ。するとね、イケメン男性を連れたマーヤさんの姿が。嘘だろ、これは非常に辛い展開だ。彼氏？と聞くと弟ですとのこと。はい、ということで皆さんご存知ユーマさんですね。結局ユーマさんが声優デビューするからアドバイスが欲しいという相談だったそうです。この通り杉田さんは後輩から非常に頼られています。他にも後輩声優さんに X で楽しく絡んでコミュニケーションを取っていたりと事務所関係なく遠くから見守っているイメージがあります。さて後輩だけでなく杉田さんは家族を大切にすることでも有名です。母親を連れてスタジオのそばを散歩していたところ向こうから歩いてきた遠山奈緒さんに見つかってしまったことがありました。すると遠山さん、わーと大きな声で近づいてきたとか。遠山さんには杉田さんがお母さんと手をつないでいるように見えたそうですが、杉田さん曰く手はつないでいなかったらしい。とにかく母親を優しくエスコートしていたそうです。また杉田さんには直次という名前の愛犬がいました。お父さんが里子として引き取ってきたそうです。溺愛されていてフォーゲーマー .net のテレビ CM に出演したりフィギュア化されたりしました。ですが2018年の9月6日直次が17歳で永眠したことを報告されています。ここからは杉田さんの人の良さがわかる女性声優さんとの面白い絡みをご紹介していきます。杉田さん、食べ物を大切にすることでも有名。ウマ娘プリティダービーエルコンドルパサー役などを演じる高橋みなみさんが担当する番組高橋みなみの味方はなしに杉田さんが出演した時に起こった通称センブリ茶事件というのがあるのですが、センブリ茶を一気飲みして声優のモノマネというコーナーで高橋みなみさんがセンブリ茶を口に含みますが、あまりの苦さで湯飲みに少し戻してしまいます。これ残りどうすんだよと杉田さん、そしてその後に取った行動が衝撃すぎる。残りのセンブリ茶を自分の湯飲みに移しそのまま一気に飲み干しちゃいました。さらにうまい女性声優さんの味がすると笑いを取るのですが、この行動にうえーだとか高みなかわいそうといった声も。ただね、残したお茶は捨てたのかもったいないなんて声が上がらないようにわざとこうした行動に出て回避したんじゃないかと自分は思います。ところで杉田さん、女性声優相手にラノベ主人公みたいな行動を取ったこともありました。ただその結果は非常に切ない。アニメ境界線上のホライゾンの現場で沢城みゆきさんと共演した時のこと。差し入れの団子を食べていた沢城さん、収録に呼ばれ団子を置くと黒田隆也さんからみゆきちゃん、その食べかけのやつ誰かが食べちゃうかもよと言われます。ここで杉田さんすかさずじゃあ僕が食べると言い放ち、沢城さんがそれを阻止しようとした瞬間バランスを崩し転びそうになったとか。するとね、杉田さんかっこよく沢城さんを受け止めたんですね。立てるか一人でとラノベなら恋が始まるようなセリフを発すると驚いた沢城さんにそのまま突き飛ばされたらしい。とはいえこれは沢城さんの照れ隠しかもしれません。この二人ラジオとかでもめっちゃ仲良しで本当エピソードに事欠かない。仮に杉田さんから告白されたとして杉田さんを傷つけず上手な断り方を考えるコーナーで暗殺教室茅野楓役などを演じる須崎彩さんの回答がこちら。
杉田さんの声はめちゃくちゃ好きだし、いい人だなって思うんですけど、なんかそのちょっと童貞臭いところがどうしてもダメで、来世でよろしくお願いします。これに対して、なんだ DT 扱いされたとちょっぴりショックを受けている杉田さんがかわいすぎた。とはいえ、須崎さんも来世なら OK ということなので非常に楽しみです。さて、杉田さん、実はすごくピュアな一面もあるんです。ラジオ男子高校生の日常会話でゲストとして登場した日笠陽子さんが、ほら処女の通りだよと言い放ったことで杉田さんショックを受けちゃいます。そしてこんな発言をされていました。あのさ、出会った頃に言ったじゃん、せっかく日笠さんのねやってるキャラが好きなのに、本人こんな感じでさぐちゃぐちゃやられるとさ、もうその二次元キャラの顔が全部日笠さん本人になって、何何燃えてんの燃えてんのって言われて煽られてさ、もう全然ダメなんだよ。もうグッズだって全部友達後輩にあげちゃったよ、もう。ということでね、杉田さんは同業の声優さんが演じるキャラを真剣に愛していることがわかります。さあ、杉田さんといえば早見沙織さん推しで有名ですが、早見さんが刑事ドラマ相棒が好きという情報をつかんだ杉田さん、相棒を全部揃えてめっちゃ見たそうです。で、最新の映画が公開されるとなった時、2人分のチケットを取って楽しみですよねと話を振ると、もう見てきましたと早見さん、杉田さん、よかったですねと笑顔で返し、予約していた隣は空席のまま一人で見に行ったそうです。そんな寂しい思いをしてしまった杉田さんですが、実はめちゃくちゃ頼れる男なんです。高校時代に少林寺拳法部に所属し、初段を持っています。アニメ婚約破棄された令状を拾った俺がいけないことを教え込むの特番で、早見沙織さんの前で俵割り7枚抜きに成功していました。これはガチで惚れる、惚れたに違いない。早見さんも喜んでいました。杉田さんのすごいところといえば、観察眼がズバ抜けていること。後輩のちょっとした表情の変化に気づき、適切な助言をされます。上坂すみれさんのラジオに出演した時なんて、本人を前にこんな発言をされています。好きなことを喋っている時に、ふと止まった時に、自分でなんか言い過ぎたかなと思うと、スーッと相手の目を伺うのね。そんな時の顔、可愛い。多分根底にある育ちのいい部分だったり、性格の優しい部分が出るんだよ。それがね、可愛くてしょうがない。もっと得意げにいろいろなことを話してほしいんだ、このおじさんに。はははは、これは上坂さんもさぞ嬉しかったでしょう。女性声優さんとの間で修羅場になってしまったこともありました。アニメ「シャドーハウス」でエミリコ役を演じる声優笹原優さんと、アニメ「Q」で鹿野志保役を演じる声優森谷京香さんとのお二人がパーソナリティを務めるラジオ「優と京香の集まれ笹森」第82回に杉田智和さんがゲスト出演された時のこと。ラジオ放送前からお二人とも杉田さんの X をフォローしていたそうですが、杉田さんどうやらフォロバしていなかったらしい。フォロバしなかった理由はちゃんとあったのですが、とりあえず責められてしまいます。この際だから聞くんですけど、なんで X フォロー返してくれないんですか？なんか他の人はフォロー返してもらってて、私数年来の知り合いのはずなのに、とかなり積極的にグイグイ来られ、杉田さんタジタジに。で、フォロバしなかった理由ですが、杉田さん、相手が女性声優さんの場合は私をフォローしてくださいと言われて初めてフォローするようにしていたそうです。おそらくは同業者に対しても公平さを徹底しているのかなと思います。ラジオ収録後、パーソナリティのお二人が杉田さんフォローしたと書かれた紙をアピール。杉田さん、ちゃんとフォローしました、許してくださいとリプしていました。ファンのことも考え、女性声優さんとはちょうど良い距離感で行こうとする杉田さん、マジ尊敬です。とまあ、これまで何のスキャンダルもない真面目な杉田さん、ただね、過去に一度だけ短期間ではありますが、ある声優さんと同棲していたことがあるんです。それが中村雄一さんです。中村さんが暮らす6畳間の部屋に1週間ほど泊まっていたことがあったんですね。さすがに1週間は勘弁してくれと言われ返されたそうです。ここからは杉田さんが清々しいまでにど正直で、いかに裏表のない性格であるか、
それがよくわかる解説となっています。犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい点の PR イベントに参加した時の発言がこちら。深夜に運動会って書いてあって2時か3時くらいに、確かに僕もそれくらいの時間に動画を買ったりするから、まあ運動会といえば運動会かと真顔でおっしゃったことがあります。お隣にいた花澤さんにやめてくださいと怒られてました。でその深夜の運動会を裏付けるエピソードもちゃんとあって、某動画サイトで数百円から数千円の動画を一度にいくつも買っていた時のこと、なんとねクレジットカード会社から電話が来て、これは本人でしょうかと確認されたらしい。杉田さんのカードが他社によって不正利用されているのではと思われたみたいです。非常にも何を買ったか聞いてくるので、ですね、書籍をですね、単行本を細かく分けて買ってましたと苦し紛れの嘘をついたそうです。あとは俺ろくになんか観光でやらないくせにコンゴちゃんのエロい画像ばっかり探しちゃうんだと言っていたり、露出の多い女性がピアノを弾く YouTube 動画をよく見ていると語っていたこともありました。あ、なんか知ってるぞ、あのチャンネルだな。杉田さんのすごいところは頭の回転の速さ、瞬時に面白いネタをぶっ込んでくる。以前ニコ生スーパーソニコ好きによるトーク番組に出演した時、登場するや否や他のキャストの前に立ち、かぶってるかぶってると言われると、俺中1ぐらいの時にはもうと言い出します。男性の皆さんなら意味がわかるでしょう。で立ち話もなんですから座っておしゃべりしましょうと言われれば、ははは、いつでも立ってるさとめっちゃいい声で言っていました。お元気そうで何よりです。杉田さんにはいつも元気で明るくいてほしい。さてそんないつでも立っている杉田さんの一日がこんな感じです。まあご覧いただきたいのはこことこことここ。皆さん何を想像したんですか？これはしこしこゲームをプレイされている時間だそうですよ。そんな杉田さんですが、ゆるぼくシークレットサービスでも共演されている日高里奈さんからこんな評価をされたことがあります。本当ね、杉田さん変態なんですよ。あのね、今まで出会った中で結構上位なんですよ。もうやめてくださいよ杉田さん、本当もう近寄らないでくださいと言えば、すごく嬉しそうな顔でもっと言ってもいいんだよ、もう一回言ってみたいなことを言うんだとかで叩く真似をすると、あ、ご褒美叩いてとか言うそうです。皆さんこれはね、まだ日高さんも新人だったので、日高さんの緊張を和らげようと杉田さんなりの気遣いだと思います。犬僕といえばそのイベントでこんなこともありました。もはや伝説級のエピソードですが、花澤香菜さんと箱の中身当てゲームをして無知で叩いたり叩かれたり、花澤さん椅子いる？俺椅子になろうか？と言ったり、椅子になろうか事件とか言われてますけど、皆さんこれはね、花澤さん疲れていたんです。多忙でもなかなかお休みが取れず、長時間のイベントだったこともあって、それで杉田さん気を使って自ら椅子になることを提案されたんですね。これができる方はなかなかいません。本当優しい。とまあここまでいろいろご紹介してきましたけど、やっぱ一番好きなのは杉田さんの仕事にかける思いでしょうか。過去に引きこもりの子供に励ましの声をという仕事が来た時のこと、アニメ無職転生のインタビューで答えていた内容ですが、杉田さんこれを断ったそうです。理由はどんな意図があれ直接的な指図を受けて起こした行動は本人のものじゃないと思ったからです。もし僕が影響を与えるとしたら、出演したアニメやゲームで何かを感じ取って行動を起こすという形の方がまだ良い影響を与えられる可能性が高いんじゃないかというもの。目先の励ましじゃなくてその先を見据えている姿勢に心を打たれました。仕事熱心という点ではダンスが苦手なのに鈴宮春日の激走というイベントでキレッキレのダンスを披露されています。厳しい先生からダンスを習い、時になじられながらもしっかり仕上げています。ほら一緒に踊った小野大輔さんができすぎちゃうのがいけないんです。コロナ自粛期間には久しぶりにハレハレを踊っていましたけど腰を痛めていました。とはいえ再生数が半端ない。他にもね、いろいろと衝撃的な話はあります。アニメのオーディションに行く途中でお祭りがあり、迷子の子供を助けて届けたら若い母親が来て、ちょっと用が済んだら消えてもらえますかと言われたり、ジョジョの奇妙な冒険でジョセフ・ジョースターを演じていた頃、夜中に夢の中で死が迫る感覚に襲われカーズと叫んで飛び起きたり、新世紀エヴァンゲリオンで碇言動役の
立木文彦さんの写真をスマホの待ち受けにするとナレーションの仕事が増えるという都市伝説を信じて本当にやったところマジで仕事が増えたり、アニメツンデレ悪役令嬢 D ゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんのラジオにバルドゥール役の菅田さんがゲストとして呼ばれた際、アニメ公式 X から第6回ゲス菅田智和と書かれたり、ということでこれくらいにしておきましょうか。どうですか、菅田さん推しになりましたか。すでに推しの人はより一層推したくなりましたか。声優菅田智和さんはお芝居の上でも人間としても本当に素晴らしい方だと僕は思います。ということで今回は菅田智和さんの解説動画でした。よかったらチャンネル登録お願いします。